はい、どうも、マッチョウォッチ TV です。ということで、今回もウィニングイレブン2019ベータ版やっていきましょう。ということで、今回はですね、ウィニングイレブン2019新スキルのドロップシュートですね。はい。こちらを、まぁ、ちょっと最初練習メニューで蹴っていって、うん。まあ、実際に試合で出るかと。実際ね、ライジングシュートもこの前、はい、第1本目で見てもらったと思うんですけどね、うん、実はね、このベータ版が一番重いんですよね。ウィニングイレブンの PSO はね、まだね、やっぱ軽いんで、うん、ライジングシュートとかも打つタイミングがあるんですけど、うん、やっぱね、ちょっとシュート的にモーション入って遅くなっちゃうんで、これベータ版だとね、打つ前に相手に寄せられて取られるっていうのがね、なかなかね、まあ大定番なんで、ね、結構まあ、実際に使うんだったら、それこそドロップシュートだと、まあ、PSO で有名な、その、フリーキックの場面で使ったりだとか、うんうん、まあそういう場面に限定されていくのかなっていう、はい、まあ、ライジングとかは PSO だと試合中で使いたいとするんですけど、ね、当番とかね、持ってたり、フォグバー、フェキールかな、フェキールも、まあフランスだとね、こう、一応使えるんで、まあ、その選手たちでちょっと狙っていって、うん、まあ、一応ね、チャレンジしてみたいと思うんですけど、はい、まずはまあ練習モードで。そうだね、ポグバで一応練習モードで蹴っていくというか、うん、ムバッペはね、もあのライジングだけなんだよね、うん。ポグバの場合はですね、キック力も88あるんで、うん、まあ、結構重めの、まあ、かなり落ちるようなキック蹴れるんじゃないかということでね、うん、練習メニューで何本も蹴ってきたんで、ちょっとカット割りで、パパパパパンっていうところに、うん、で成功したらちょっとリプレイ。まあ、これね、そうだね。まあ、結論として言えば PSO でもライジングをめっちゃライジングじゃなきゃいけないってわけでもないんだけど、まあでもなんかミドルで気持ちよく決まった時めちゃめちゃ爽快感があるっていう感じですね。これは普通のシュートですね、うん、こんな感じでバコバコ見ていきましょう。まあライジングよりは何なんだろう、そのちょっと近めで打つのかな。あ、これがね、これがそうだね、そう若干なんですけど、うん、納得いってないです。あ、うん、これもまあまあまあ落ちてるね。これはちょっと向き変えた時に打つみたいな感じなのかな。横向きから、うん、これはどうなんだろう、ちょっと違うね、うん、こんな感じでね、うん、ちょっと打ちまくってめっちゃ打ちまくりますよ。で、見ていきましょうかっていうところですけどね、うん、さあ、ポグバなんで、ただキック力めっちゃあるんで、うん、やっぱミドル入るんですよね、ポグバだと。普通にこういうのでもね、普通に入ってくるんで、バコバコ、うん、あ、うん、これっぽいね、これなんかトントンみたいな感じです、うん、ただもっとね、落ちるんだよね、やっぱり成功すると。まあ、でも結構あれで落ちてる感じにはなってると思うんだけど、このタイミングだったら結構狙えそうだから、もうちょっとそれこそ日本サーバーでやれれば決めるタイミングがありそうだな。これなのよ、うん、このこれだよね、うん、縦にこう、なんちゃうの、ちょっとこっち側だとあれだね、ボタンが、そう、だとね、ボタンが邪魔で見にくいね、影が嫌だ、めっちゃ、うん、なんとか夜のあれにしない、分かんないけど、めっちゃ昼やん、これ設定が。まあ、ベータ版だから知らない。もうちょっとこっち、手前から左がいいよね、うん、左側でやりたいな、うん、この右側だとね、まあ、確かアドバンスでやるっていう手もあるんですけど、アドバンスだとちょっと感覚が違うんで、そう、なかなかできないと。アドバンスのでもドロップはどうなんやろ。アドバンス2回タップなんだけど、まあ、多分打つ体勢のタイミングで、ただそれだけの違いだと思うんだけど。なるほどね。アドバンスやってないんでね、うん。ちょっと暗いんすよね。どうしても昼なのか知らないんですけど。さあ。おお、あ、ね、やっぱ横向きから縦に行くと、結構その PSO の、PSO じゃないけど、この2019のアプリとかだとこう横向きだと、ボタンが邪魔だな、うん、ボタンが邪魔だけどねマジこのボタン邪魔ほんまに。おお、うんうん、あ、うんうん、その形作れると横向きかな、いいね、うん、ただね、ポグバがね、実際ここまであんま混むんですよね。そう、混む試合ここ横から、あ、でもこれいいな、これいいよね、これリプレイどう、うん、めっちゃ分かりやすくない、普通に山なりになって落ちてますね。そう、こうドンドンみたいな。だからなんか打ち方としては、うん、こう横から入ってドンみたいな、縦に。そう、ただね、なんかね、思いっきりいいシュートに入ってなっちゃう場合もあるんですけど、まあ、それそれで確率難しいですね、うん、伸びるんですよ、ただ決まるときは。はい、これもポグバで、うん、うん、これ落ちてますね、しっかり。リプレイで見るとね、ほんと分かりやすいんですよね、もうスローで見ると。ボタンさえなければな、これ。ああ、まあ一応でも落ちてるね、うん、落ちてる。これも一応ドロップっていう感じかな、うん、ただ無回転シュートもポグバ持ってるんで同時に、うん、無回転っていうのもあんのかな。まあそこら辺はね、うん、うん、まあこれちょっと違う、そう、これ伸びてってるね、スーッと、うん、まあ、ただ結構意図的に出すのはめっちゃ難しいですね、やっぱり。
そうだね、まあ、横向きになってなるときになるみたいな感じかな、まあ、特にドロップシュートだからって言って入るわけじゃないんで、さっきも見てもらえば分かるんですけど、まあ結構自己満の世界になるっちゃなる。そう、ただまあ蹴れなくはないですね、やっぱり普通にライジングと同じように練習していけば、まあ、蹴れてくはいくんですけど、試合中出すとなると結構難しい。フリーキックとかだとね、それこそ本当にまあちょっと意図的に出せたりとかするんですけど、まあ、ドロップシュートが出せて、まあ、コーナーキック狙えるぐらいのもんなんかな、ね、みたいな、はい。ライジングはね、結構 PSO だと、まあまあ使えるっちゃ使える感じ、バーンみたいな感じで打つときがあるんですけど。ベータ版もね、ライジングはちょこちょこ出るね。うん、オンライン対戦のときに。ちょこちょこだけなんだけど。ドロップはなかなか難しいね。ドロップ難しい。あの入り方しないといけないんですけど。なかなかいい感じでね、やっぱり。じゃあ試合中これできるかと。いきましょう。さあ、オンラインですね。見ていきましょう。白がですね、この時いるですね。同じフランスなんですけど。まあ、ほとんどフランスだからね、みんな使ってるのね。あのね、ドイツがやっぱ星5なんですよ。ああ、なるほど。なんで、ドイツに勝つと結構経験値に、レートもらえますね。さあ、この辺がね、やっぱりね、結構遅いんで、2018と比べて、パスも、選手の動きも。まあ、ここら辺はね、まだベータ版なんでね、多分2019のアプリでちょっと変わってはいる。多分そうだと思う。なんかね、ベータ版だからって言ってこのまま出るわけじゃないんで、このままじゃないから、まあ、これの改善点とか、まあ、アンケート出して、まあ、そういったのを汲み取って変えるっていう、まあ、19のね、おー、危ない、ナイスキー。19のね、そのベータ版の時とかも、まあ、19体験版か、PSO の。全然製品版と違うんで、やっぱり。さあ、ゴールバッペですね。フェッツ。これもあれですね、ちょっとパフォーマンスが見たいんでね、やってますけど。ムーバップね。はい。こういうのもしっかり入ってるんで、パフォーマンス。だからこういうところはすごいやっぱり2010にいい部分、パフォーマンスの部分が、まあ、ただ多くなってきてるよね。実際にオンラインとかやると、そんなにパフォーする機会もなくなるんで、ここら辺ちょっとね、まあ、重いんでちょっとしょうがないんですけど、さあ。カンテがね、やっぱりいいっすよ。うん。さあ、ただ、これも止まってって危ない。しっかりね、止めていくと。当番、フェキール、ポグバは一応切れるんでね、まあ、場面があったら打ちたいんですけど、ただ、いかんせん低いんだよね、ところは。そうね、ここの位置から、まあ、横向かないといけないし、結構ね、要は相手にしてるのもフランスなんで、カンテとか取りに来ちゃうんだよね、早い。そう、横向く機会で、横向いてバーみたいなのなかなかないんだよね。さあ、グリーズマン、入ってって、いやー、後ろに行ってやったかったですからね、マジで操作は、これ、普通に。2019の PSO の感じで結構重くなってる感じなので、そうだね、操作は難しい。あとはやっぱ同じく体勢とか、そうそういうのが、まあ、PSO と同じような感じで、まあ、ちょっと変な方向で反対側の方向向いてパス出すと思いっきり出ない、そうだね、まあ、だからそこら辺の違いは最初多分慣れないのかもしれないけど、やってみてそんなに面白いあの感じではあるよね。まあまあまあ、それなりに、ね、それにやっぱちょっとなんか深みが出たというか、ちょっとね、体勢とか考えないといけないからね。なんか、ダブルタッチって強いんですよね、ちょっとこれ、調子こいて2回目になっちゃったんですけど、さあ、カンテは結構ボール持てるんですよね。そうそうそう、カンテから、いやー、相手も AI が賢くなったのかな、やっぱり2019って書いてあったからね、19の方で、ね、うまいですね。さあ、グリーズのカメラで動きして、さあ、ここしっかり、ここら辺のこの一枚ヒュッてかわす動きがね、うわー、なかなか難しい、なかなか難しいんだよね。なんかっていうよりもやっぱり時間ため作るために、やっぱりボールで、こねて、味方の上がりを待つっていうボールの持ち方の方が多分相手としては嫌だと思うんです。普通に多分1対1ヒュッてかわしてきてくれた方がラッキーかなみたいな、パスとかも結構タイミングとか、どこまでこうドリブルしてどこまでパス出すかっていうのが結構あるんで、まあ、そういうのをしっかり考えてやりたいっていう人には結構楽しいかもしれないね。あとなんかそのコメントとかでも来たんですけど、はいはい、PS4 と、なんかその要は、なんつうの、低いって言ってみたんですけどね。まあスピードゲーになるかどうかみたいな、はいはいはい、話もちょっとあったんですけど、まあどうなんだろう、それはまだちょっとわかんないかな。同じフランス同士でやってるんで、まあその裏の抜け出しが強いかどうかはまだわからないですね。さあ、ここいい感じ抜けて、フェキール、これはどうなんだろうね、落ちてたかな、
結構今の形は2018のアプリにメールワンタッチで、うん、まあ、崩すシーンだったんですけど、ただ落ちてはなかったですね。ベキールで結構いい感じでもらって打ったんですけど、うん、多分打ち方なのかな、やっぱり違うのは。なんか一つ思うのはさ、17の時さ、このさ、ボタンがもっと下だったんだよね。なんかさ、そうだよね。そう、めっちゃ主張してきてるよね。そう、で、この上に行くのやめてほしいんだよね、うん、マジで。だから徐々に上に行ってんだよね。でこれはちょっとアンケートの書こうかなと思ってるんですけど、うん、これマジいらないんで。もう下でいいよ、ね、そう、ボタン下だっただろっていう。でかいしね。17から18に変わった時かな、ボタンでめっちゃ違和感あったのよ。そうそう、めっちゃ違和感あった。なんかめっちゃ上にないみたいな感じで。そう、危ない。しっかりね、ここら辺のね、ビルドアップマジでむずいから、うん、まあ、こうやってね、なんか見える選手使ってた方がいいのかなってことですね。もうそうだね。あとはもうその離すとタイミングとさ、そう、出すタイミング大変だよ。もう本当に見えるところに出していく、うん、で、空いてる選手に出して動き出しをよく見るみたいな感じだね、うん、で、やっぱりサイドとかも結構使ってあげると、うん、今作はいい気がするね。こうやって、はい、抜けてきて、さあムバッペ、ここで一回ターンして、うん、コントロールシュートですね、これは。でもコントロールシュート強えな。強え。強え。一番多分ライジンドロップコントロールだってあったらコントロールシュートいきます。うん、強いね、やっぱり。間違いない。ドロップとかは、まあ、いいんだけど、まあ、出りゃいいや、みたいな。そうだね。感じかな。そうだね。なかなかね、意図的に打てないんだよね。もうちょっと軽ければ、ね、本当に、それこそ発動させることもちょっとできるんだけど、一応海外サーバーだときついっすね。きついね。あとまあ、チームスピリットも85レベルなんでね、99で痛かったよね、やっぱり。そうそうそう、なんでそれがちょっと違うのか、うん、さあ、あ、ちょっとめっちゃ、味方が味方が邪魔だったよな、はい、といった感じで、まあ今回ですね、一応まあオンラインでやってみたんですけど、うん、まあ、なかなかオンラインではね、出すのかなり難しい。まああの、最初っていうか、1点目か2点目かの、うん、フェキールのあれシーン、あれがだからどうなってたかみたいなところなんですけど、ただあれ落ちなかったかな、うん、まあそういった感じでなかなか試合中に出すのは難しい。ただ練習メニューで一応蹴れるんで、うん、あのまあ新しい新スキルとして入ってるんでね。そうだね、やり方としてはね、なんかその真横を向いて前に蹴る、そう、なんかあのボールを出すんじゃなくて、うん、押し出すみたいな、押し出すみたいな感じで、だからまあちょっとあれ横で直角に入るとなんかその球食い込むんだろうね。そうそうそう、そんな認識って言ってもらえればね、うん、いいかなと思います。ということで、まいりましょう。さらBall.